今回ですね、キャプテン翼新しいガチャやっていきたいと思います。で、今回の新しいガチャもう画面の方出てると思うんですけど、まあ、新選手の追加のガチャで成長した選手たちというガチャになっております。詳細の方なんですけど、まあ雷獣シュートを身につけた日向小次郎ですねが一番まあ 目玉というか一番いいんじゃないかなとは僕は勝手に思ってるんですけど、まあ日向小次郎好きなんで、で、他のメンバーですね、まあ、あの美咲くんですね、これブーメランシュート持ってます。で、新田俊ですね、あと美杉くん、地蔵くんで、浦部で、日野龍馬ですね、これはこのタイプのキャラクターは今回のガチャで初めて出てきたんじゃないかなと思います。いいですね、かっこいいですね、このヒューガー小次郎ね。まあもちろんこの雷獣シュート覚えてます。で、美咲くんですね、ブーメランシュートと、サブの必殺技ではツインショーシュートですね。で、こちらですね、美杉くんはオーバーヘッドブロックっていう技とドライブシュートですね。水井くんね、あのみんなキャプ、あの久保君しかドライブシュート使えないと思ってる人多いと思うんですけど、水井くんも結構使えるんですよ、実は。はい、で、新田ですね、新田くんは、左足のジャンピングはやぶさボレーと、まあ、左で使われへん、ストライカーいらねえと言われたんで、左足のバージョンを覚えてきてますね。まあ、あの従来のはやぶさシュートと素早いマスカットですね、が、まあ、この一応今の出てるやつが、この3つがまあ一番、まあ、上的には目玉なのかなっていうところですね。で、提供マニアですね。で、SSR が 3%。めっちゃ低いな、これ。新田くんが 0.1%。で、一緒ですね。水木くんも 0.1%。で、ジトも 0.1%。で、ヒューガも 0.1%。高いな、これ。こっちやばいな。まあ、結構、できたいろんなガチャやってきたんですけど、まあ、の中では一番低い方の提供割合になってるんじゃないかなと思います。で、今回ですね、74個、これはオーブというのか、石というのか、サッカーボールというのかわからないんですけど、一応74個ございますので、10連ガチャを1回回していきたいと思います。もちろんですね、個人的に欲しいのは、日向小次郎一択です。では早速やっていきましょう。どうしようなこれ、なんもないな。いくぞ翼くん。はい、サクはい、これでおツインシュートだ。くそマジか、虹色が出てないんでスペースチャート出てないかなーって感じですね。マジで最強だぜ。精一杯頑張るよ。うわ、一人がしてんなら任せとけ。欲しいな、ヒューが欲しい。神様に任せておきな。イングランドの誇りにかけて。マジで。できない。できないですかこれ。うわ、欲しかったな、もう一回したいところなんですけど、ちょっと足りないので、あと14個か。じゃあシングルガチャですね。4回回して、ヒューが不良なんとか欲しい。お、ちょっと違う。お、ヒューガが来たから、ヒューガが来るんだよね。おい、いいね。マジ？マジこれ？マジっすか？お、残るよ。あ、鳥がいっぱい、鳥がいるんで。もうあの、たぶんね、女の子がたくさん出てきたらいいと思うんですけど、残っていいんですが、ちょっと全然僕もお分かりで、真っ赤かい。厳しいな、厳しいぞ。お、俺の全力、これいいんじゃないですか、これいいんじゃないですか、いいんじゃないですか。おい、あ、女の子絶対出るんだ。女の子いっぱい出るっていうのがなんかあるじゃないですか、あれが勝手ですね。持っとるこれで、キャラ出てきたんで、まあ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 こんなもんかなと思ってるんですけど、いけー、うーん、厳しいわ、結構厳しい。うーん、まあ今回は
たいなとは思っております。で8月の4日までこちらのガチャやっておりますので、強くなった日本代表メンバーを欲しい方はぜひこの期間にやってみてはいかがでしょうか。では皆様ご視聴ありがとうございます。